木の国はかつて日本の地方行政区分だった両政国の一つ。南海道に属する。7世紀に成立した当初は木国であった。名称の由来として雨が多く森林が生い茂っている様相から木国と命名されたという説がある。また今の和歌山県北部が有力豪族である騎士が支配していた地域であるから木の国というようになった。 という説もある。実際に、律令制以前の木の国は、木の国作りの領土のみであり、熊野国造の領土を含まなかった。和道6年に、雅々座2文字で国名を表すようにとの直令が、出された時、木の国と表記するようになった。現代の近畿方言では、木、目、てのように、標準語、共通語における一拍語を母音を変化させて二拍語に、する例が見られるが、目国も、 同様、もともと統治の発音で、木の国だったため当て字して、木の国とした、とする説がある。逆に、木の国と書きながら、いは、木字で、後に、木の国と読まれるようになった、とする説もある。ただし、奈良時代の日本語の発音は不明の点も多く、はっきりしない。七世紀に成立した。木の国は、歴史が古く、古事記には、神武天皇が大和に入るときに、 キークマノを通ったとされるなど、事実はともかく、奈良盆地を地盤とする大和王権から知られた国であった。王権は、解任集団を部民に編成する開府の設定を進めた。また、インベの設定は、騎士集団の在地の再試験を揺るがした。しかし、部民の設定は十分に展開しなかった。王権は次に、国造制の導入と見分けの設定という方策を取った。 天皇や皇后の紀行行で資料に現れた確実な例は、西明天皇の六百五十八年期温涛行行である。この十一月に有馬美子の事件が起きた、奈良時代の漢画遺跡の確実な例として、五坊氏の片体遺跡が挙げられる。この遺跡では、周りに作く家兵を巡らしており、その内国は、日差しのついた掘ったて柱建物を中心に、建物が全体として、 この事情に建てられており、外区には倉庫群が二組建てられていたようである。この型体積は8世紀前半から後半にかけての遺跡で、付近に西郡の名の字が残っているところから考えて、日高郡ガートに否定されている。平安時代後期に熊野三山が成立し、大城天皇による熊野見行きが行われるようになると、熊野古道が整備され熊野参りが流行った。 その他、紀州の三井寺とされた君寺、空海の高野三根ー寺、道成寺、根頃寺,寺など大寺,寺ど大社が紀州の地に建てられた。平安時代末期には、特に有田軍の湯浅地方を中心に、湯浅島の武士団、口熊野の田辺、奥熊野の新宮付近に、熊野別島家を総帥とする熊野水軍が発達し、勢力を伸ばした。この湯浅島の武士団は、兵士法、 熊野水軍は、現氏法として、源平合戦にも関与した。南北朝時代は、湯浅島を中心に、南朝勢力が強い国の一つだった。南北朝合一後は、畠山氏が主語であったが、自社勢力が強力なために、その支配力は、限定的なものにとどまった。戦国時代には、ルイス・フロイスが、紀州の地には4つ5つの共和国的な存在があり。 いかなる権力者もそれを滅ぼすことができなかったと述べている通り、西賀州に代表される国人衆や自社勢力が拡挙する状態が続いた。キーの拡挙状態は1585年の八島、秀吉による奇襲征抜によって終焉した。キーの最有力勢力である西賀州と根頃寺は、小牧、長久手の戦いの際、秀吉の留守に常時岸和田城や大阪に、 信仰していたが撃退され、秀吉の信を家康らとの和睦後、最下攻めを招いた。秀吉方は3月20日に出兵し、泉の諸城を落として、紀州に攻め入り、23日に根頃寺を焼き討ちした。紀州の国人や各地の戦闘で敗れた残党なども加わって、小さな大田城で抵抗したが、秀吉は水攻めで約1ヶ月後に降伏させた。 平定後は刀流りを命じ、後を秀長に任せ、和歌山城を築造した。現在の奈良県上北山村と下北山村は、元は室郡の一部であったが、後に大和国吉野郡に編入された。現在の三重県の大瀬市、紀北町、大紀町南部の金畜は、元は島国阿呂郡の一部であったが、天正十年に新宮城主の堀内自然により、 木の国室君に編入された。関ヶ原の戦いの後は、浅野義長が入宝した。1619年に、浅野氏が、秋広島へ天放されると、徳川家康の柔軟、徳川頼信が和歌山に入宝し、幕末まで、紀州徳川家が統治した。府主神社の木の国ふわど皮膚中遺跡と不守り神社2019年、発掘調査時、国府は、 名ぐ郡に存在した。和名将や大魚器の記載からは10世紀以降には和歌山市府中に所在したと推定され、それ以前については和歌山市府中とする説の他岡大石とする説が挙げられている。2019年度の府中遺跡における発掘調査では、奈良時代の推定国不関連以降として大型建物、平が認められており、10世紀以前にも和歌山市府中に 国府が存在した可能性が示唆されている。演技式内社演技式神明帳には、大社13座13社、小社18座15社の計31座28社が記載されている。大社13社は以下に示すもので、熊野早玉神社以外は、名神大社である。創者、一宮、中世諸国一宮制の基礎的研究に基づく、一宮以下の一覧。 はじめの軍名は、演技式、和名称による。軍の後は8世紀の資料に見える合名。キー守る、編集鎌倉幕府、編集室町幕府、編集江戸時代以前、編集江戸時代、編集他の駅との区別などの目的で、キーを冠している駅が全部で25駅ある。他に、キー駅もある。ありがとうございます。